お散歩ビンゴ、イエーイ。さあ、今回はですね、私たちがよく知っているこの札幌の街を探訪していきたいと思います。お散歩するってことですよね。そう、でもね、ただね、お散歩するだけじゃないんです。ビンゴゲームをしながらお散歩をしていきます。ビンゴ？ボケちゃったピンが。ビンゴなの。カメラさんも戸惑ったよな。大丈夫かな。全体的にボケた。今回室岡さん、大野さんにはこちらのカードと一緒にお散歩をしてもらいます。その名もお散歩ビンゴ。マス目にはポストや鳩といった街で見かけるものや、飛行機雲といった発見したらハッピーなものまで、お出かけを楽しくするために生まれた移動式ビンゴゲームです。じゃあルールはビンゴと同じってことですね。見つけたものを開ける。そう、難しいものもある。はい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 。人もいますし、動物とかありますね。そうなの。このお散歩ビンゴを使って室岡さんと大野さんには対決をしてもらいます。今回は一問に特別ルールで勝敗を決定。1時間でより多くの穴を開けた方が勝利です。とにかくその際にカメラで抑えられなかったものは無効とします。見事勝利した人にはビーフインパクトの豪華ステーキ弁当を用意していますよ。美味しそう。さあ、それではお散歩ビンゴスタート。アリの行列ってさ、なんかこの辺りにいるかなっていうのがなんとなく匂いでわかるんだよね。匂い、だからちょっとそれをね、出ましたよ、不思議発言。久しぶりに私も散歩するんで、ちょっと気持ちいいとこ歩きたいなって。あ、わかる。創生川の方行ってみようかな。まずはスタッフ含め同学年で構成されたこちらのチーム。みんな同い年。あ、見つけた。ありますね。HTB を出て、まあ10秒ぐらいっていうか出てないですね。葉っぱ見つけた。葉っぱ。モリモリ生えてます。イエーイ。もう勝つんじゃないこれ。順調なスタートを切った室岡さんチームにチャンスが。あ、鳥。なんか鳥のスカイツリーか。スズメ。スズメっぽいです。開けるよ。スズメ、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 バーいったでしょ。バーンって。うるさいな。残念ながらスズメをカメラで捉えることはできず。カメラさんにも。ここから同学年チームならではのいざこざが起こります。何やったの？誰のせい？私スズメ見つけたよ。見たよね。俺見つけた。見たよね。スズメいたよね。開けるよ。ダメなの？カメラに映ってないとダメです。誰？スズメは取れませんでしたが、ライラックの花を発見し、これで2つ目ゲットです。いいな。こうやって見ると本当に困った時にもう公衆電話とか絶対必要だと思うんですよ。本来どこにあるか分かっておいた方がいいっていうもの、ちゃんと把握しておかないといけないですよね。どれにしようかな。あ、黄色い車、車突然やってくるから怖いよね。大きいな。バス、黄色いバスを黄色い車として認めるかで再び同学年チームは出します。あ、黄色い車、黄色い車、ね、黄色い車、ちょっとちょっとちょっと、黄色い車、黄色い車、ほらほら来たよ、黄色い車。バスの車やいいじゃない。すぐ揉めるんだよな。すごい嬉しい。散歩ってのんびりやってる。散歩にうるさい。室岡さん同様、開始早々に葉っぱや自転車を発見し、順調なスタートの大野さん。さらに、これ真ん中開けていいんだよね。え？あ、待って、黄色い一緒の車だな、これ。かもしれない。違った、これタクシー。取れた？これタクシー。取れた、すごい、奇跡的。奇跡じゃない。ここ。そこそこいるよ、黄色い車。すごいね。見つけた時の喜びがね。通勤路で歩いてる、歩き慣れた道だけどすごくワクワクする、うん、楽しい。手上げてる信号だからね。
いや追いかけんなってちゃんとがびっくりしてるでしょ。一体何が起きたのかリプレイをご覧ください。ハトを撮影するだけでいいのになぜか猛ダッシュで近づく大野さん。捕まえようとしてるの。その結果大野さんの迫力に驚いたハトは飛んでいってしまいます。なんとかカメラマンのファインプレーでハトをカメラに収めることができました。ごめんねハトさん。びっくりしたね。びっくりした。創生川を散策しポストしか発見できなかった室岡さん、残り時間30分のところで大通公園に移動してきました。公園の感じすっごい綺麗ですね。色鮮やか。こういう大変な時でも大通公園の花壇手入れしてくださる方がいらっしゃるのは本当ありがたいことです。綺麗な花に見とれているのも束の間、室岡さん何かを発見。これどうだろうか。お地蔵さん。おい全然違う。力技ですねこれはね。これ違う。お地蔵さんは難しいわ。ダメ。ダメですね。ダメか。強引に穴を開けに行きますが失敗。しかし足元を見てみると、あこれはこれは水たまりではありませんか。ちっちゃ。小さいですけど。いや水たまりに大きいも小さいもないでしょ。こんなにも水たまりを見て嬉しい気持ちになったことはないね。すごい嬉しい。同じく大通公園にいる大野さん。待って待って待って。あ、映った。入る？撮れたの？よし。よし。奇跡。奇跡じゃねえだろ。常に見事な奇跡じゃねえんだって。鈴芽よ、自然よ、ありがとう。またハトに会った。こんにちは、ハートポッポ。すずみさん、また会ったね。こんにちは。餌食べてるの？あら、気持ちよさそうだね。餌っていうか、自分で見つけてんだ。バイバイ。バイバイ。いつもこうされてるんですか？割とね、そう喋ってるの。この間はね、家の近所の公園で季節気見ました。季節気がカカカカカカカって声かけて、そう声かけて、キツツキさん天気ですか。心配になる。見えたくないものも見えますね。大通公園に移動し着実にお題をクリアする室岡さん。あ、時計台。時計台もあるの？時計台、時計がありました。シンボルとも言える時計。ビンゴ成立を目指し木の実を探します。すると、あ、これはお地蔵さん？いや違うってんだよ。大通り公園歩いてもお地蔵さんに合わない。これはこれ違う。お、わち木、木の実じゃん。これ。木の実だね。ということで開けます。実だった。こちら大きくなったら松ぼっくりになるかなっていう。開けます。ありがとうございます。ビンゴ、イエーイ。いただきました。ビンゴです。ここで室岡さん1ビンゴ成立。とここでタイムアップ。そうなんです。さあ室岡さん1時間にわたって歩いてきましたけれどもどうでしたか？すごい楽しかったです。普段は見ないような見方で自分が暮らしている街を見るのですごい新鮮でした。新しい発見がたくさんあったよね。ありましたね。楽しかったです。すごい楽しかった。というわけでビンゴの結果室岡さとみさんです。お願いします。1ビンゴ11個。1時間創生川や大通公園を散歩し11マスのお題を発見した室岡さん。お前に交番あるしょ。果たして大野さんは11マスを超えてくるのでしょうか。こちら、え、すごい。3ビンゴ17個オープン。どうしたどうした、なんや、なんかホラー映画始まるみたいな。実は大通公園で効率よくマス目を開けていた大野さん、木の実でダブルビンゴを達成。ビンゴー。ここ抜けが1、2、3なのね。すごい。
3便を目指し大通公園から札幌駅までダッシュ。散歩してよ。大野さんだけジョギングビンゴになってしまいましたが、見事3ビンゴを達成。結果25マスのうち17マスのお題をクリアしました。ということで大野さんにはビーフインパクトの豪華ステーキ弁当をご用意。後ろから手が。うん、いただきます。どんどん噛んでいくとね、肉の旨みが広がってって、このニンニクチップスも合うわ。美味しそう。皆さんもご褒美をかけた真剣お散歩ビンゴ楽しんでみては。